んばんはーちゃん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。ありがとうございます。こんばんは。こんばんはーちゃん。今日は8月の27とか、7か、あれ7だと思います。の土曜日じゃなくて日曜日の、何時だ8時半だの、ちょっと過ぎちゃいました。こんばんは。こんばんは。髪型いい感じ、嬉しいありがとうございます。何もしてないけどこんばんは。最近はこのゴム、じゃあ私のおすすめ商品紹介したいと思います。こちらです。この伸び跡がつかないゴムです。こちら私もう本当に何年もお世話になっているゴムでございます。なんかこの髪の毛が一番邪魔くさい長さなんですよ。なので人前に出ない時、お家にいる時とかは結構結んでることが多くて、こうやってなるのがちょっとあれで、そうで今日も一日中これで結んでたんですけど、全く跡がついていません。まあちょっと外羽はね、もともとの癖なので、癖っ気でもともとなんですけど、ちょっとでも外羽になるのかな。はい、こちらはどこで買えますか。こちらは本当に全国どこでも買えるゴムとなっております。はい、私は、ニューデイズさんで緊急の時に確か買いましたね。なんかあゴムがないみたいななった時に買ったので、本当に誰でもどこでも買えます。はい、ぜひこれ本当におすすめ。結構毎日してる。そうなんですおすすめです。でも一回だけなんか壊れちゃったかなくしちゃったか忘れちゃったんですけど、一回買いました。それですそうね、クオリティ高い。どうだろう、お高いかな。んでも確かにゴムにしたらちょっとお高いですけど、まあコンビニ価格っていう感じですね。はい、コンビニってちょっとお高いっていうか、なんだろう、100円ショップとかスーパーとかよりもうちょっとお高いじゃないですか。そういう感じの価格です。はい、買えちゃいます。ぜひお揃いにしましょうそう、すぐあとついちゃう髪質なので。こんばんは。暑い。あ、そうだ、今日さマラカス持ってきましたなんかこの間話してたじゃないですか。あれ昨日か一昨日か忘れちゃったけどマラカスちょっとなんか結構反射しちゃうので、あんまり映さないようにするんですけど、可愛いでしょ。こちら我が家のマラカスがちゃんとおもちゃボックスに入ってました。よかった。そう、めっちゃ本格的じゃないですかこれこんばんは。マラカス、そう昨日話したやつ覚えてくれてるんですね覚えてくれててありがとうね。うるさいよね、でもイヤホンとかで聞いてたら。マラカスは縦に振るとチャッチャってなる。あー確かにちょっと違うとかも、なんか小学校の音楽の授業みたい。じゃあこの今日はこのマラカスを使っていろんな音を出してみようっていう授業みたいへー、私はこうやって振ります
結構うるさいですね。でもなんか私もちょっとうるさいなって思うぐらいうるさいね。マラカスでもなんであるのかはちょっと聞き忘れちゃった。結構でも手作りだなっていう感じますね。このシャッて彫刻刀で彫ってある感じ。彫刻刀懐かしい。ありがとうございます。マラカスの音を聞いてくださって。カスタネットの授業があった。すごい。あ、でもありました、なんか打楽器の授業みたいな。こうやってカスタネットこうやってやるやつね、あった。あと手叩く授業ありました。とか言ってなんかパートごとに分かれて。そう、ね。ちょっとカラオケに持参したいと思います。こんばんは。マラカスの、でもマラカス教室とかありそう。マラカスのプロとかあります、いますよね。マラカスのプロいないかな、ここに。あの最近お片付けにハマってるって言ってたじゃないですか。それ言ってたんですけど、あのお片付けしてたら彫刻刀も出てきました。そう、なんか小学生の時に使ってた中学生彫刻刀、懐かしいって思って。これも掘れちゃうかも。こんばんはーちゃん。今日はそう、片付けもしてたんですけど、あとはなんかお母さんとランチしたりしました。マラカス。あ、でもさ、ここ持ったらあんまり音しないかも。こういう発見があります。コロナでやっと熱が下がった。ああ、よかった、昨日言ってた人だ、よかったです。そう、お片付けブームが私の中で来てて、本当にお片付けが趣味。もう毎日の、なんか毎日家に帰って、あ、お片付けができるって思う。すごくないですか。なんかめっちゃいい趣味持って。でも多分一通り終えたらきっとこのブームも去るので、この、ね、熱意がある間にやろうっていう気持ちなんですけど。そうです、ランチはハンバーグ食べました。美味しかった、久しぶりにハンバーグ食べた。そう、断捨離はなんかできるだけ物を捨てないでやる片付けしてます。もうね、捨てれるんですよ。全部もう全く使ってない。例えば今日片付けしたのはなんかペンチとかそういうのあるじゃないですか。あのトンカチとかが本当に何本もいっぱいあるんです。古いの、そう、ハサミとかで、ハサミなんてさ1本しか使わないから、他のものを捨てようって思ったら捨てれるんですけど、でもまあハサミ 1,2 本捨てたところで家の綺麗さは変わらないよねってことで、できるだけ取っておく主義。そう、だからめっちゃ大変。頭使いまくりです。こんばんはね。なんかね、レンタルがあればいいのにって思いました。そう、例えばさ、あの収納ボックスってあるじゃないですか。それの購入する前に一回レンタルできるシステムが欲しいなって思った。そう、まあ返品とかもあるけど、
なんかさ、一回家帰ってしまってみて、あーなんか違うなとかあるじゃないですか。なんかもうそれが違うなってなった時のその収納ボックスって大きいから、え、これどうしようってなっちゃうので、その決める、これ君を持って帰るよって決めるまでがすごい時間かかる。そう、でもこの君に決めたって言ってお家に行って、さあ入れるぞって入れてハマった時の君っていう、もう大好きになります、その子のことそう大好きね。だから今なんかすごい全部物に、いろんなものに愛着が湧いてる。そうなんです。だからすっごい変な人だと思う、その収納ボックスとかをゲットするときに、そこの収納ボックスのコーナーに本当に1時間ぐらいかな、どんぐらいだろう、でも長くても1時間ですけど、ずっといてめっちゃ想像します、これをここに入れて、これをこう入れてってめっちゃ想像して、いやーこれよりこっちの方がいいかなとか、いっぱいあるからボックスが。そうだから超変な人その一角だけずっとこうやってうろうろして、そうです、シミュレーションして、そう、でもそれが楽しい。でもそれで、でも大体あと家の半分くらいなんですけど、それがもう綺麗になったってなったら、まあ、完璧はないと思うけど、完成は常に更新だと思うけど、大体ね、大体こうハマったぞってなったら、なんか絶対変わると思うんです何かがなんかお家のさ、お家があんまり綺麗じゃないと、なんかあんまりいろいろさうまくいかないとか言うじゃないですか、それみたいな感じで、絶対なんかいいことあると思うそう、こんばんは、なのでちょっと頑張ってます。夏休みだし頑張ろうって感じ。はーちゃんの背後は収納なの、確かにこれは秘密です、秘密。これはでも可愛いですよね、これ黄色でお気に入り、ずっと AKB48 入って初期から結構ずっとこの背景でやってる。そうそう、いろいろはかどる、そうそう、勉強とかも、まあ、勉強はお家であまりしないんですけど、買うものを決めてからお店に行かないの、いや買うもの決めるんですよ、今時ネットショッピングあるじゃないですか、でネットで全部出てるので、サイズとかも見て、これだって思うんですけど、お店に行くとなんか違うものが置いてあって、えこんなものもあったのって言って結局迷っちゃうっていう。そう、ね、でもそのお家を片してて思ったのが、お家の3分の1ぐらいは思い出のものだなと思って、思い出のものが多すぎるというか、思い出のものって時間が経てば経つほど捨てられなくなるなって思ったのと、でもそれはなんか自分の性格もまあちょっとあるけど捨てられないとか、でもこの AKB48 っていう、というかこういう、そう、活動をしてるからだなって思った。なんかいつかこれネタに使えるんじゃないかみたいな、撮っ
といたらいつかなんかそういう企画があるんじゃないかなとか思って結構取っておくこと多いなって思っちゃった。そうね、ネットショッピングまださ全然ネットショッピングできない派なんですけど、どうしよう、置いてかれてる時代に。うん、あでもお洋服とかはできるようになりました最近。そうでもなんだろう、信用してないまだ。信用するまでちょっと時間かかっちゃう。いつかはーちゃん記念館お願いします。おーじゃあ入場料1万円で。高すぎ。そしたらどうしましょうね。そうなんですよ。こんばんは。そう、母ちゃん記念館あったら何飾ろうかな。絶対やんないけど一生。そういえばなんか大河ドラマの大河ドラマ記念館が全国回りますって出てたんですよ。そう、大河ドラマの記念館ってその静岡にしかないですけど、あのどうする家康の、え、なんか今は青森どっかに行ってて、もしかしてあれ多分え東京とか埼玉にももしかして来るのっていうワクワクしてる。ちょっと中途半端な情報なんですけど、そう服とか靴は現物確認しないと。そうなんですよね。でもなんでだろう、服とかは買えるようになった、やっぱりいっぱいなんか見てるからかな。あけどその実際着たことあるブランドとかで買うかも。ネットとかだったらなんか大体わかるじゃないですか、このブランドのこの形は、あこれねみたいな。でやるか。こんばんは。埼玉には来なそう。そうなの、なんで、何を根拠に。イメージさ、うん、今日の大河ドラマ録画しました。全然追いついてなくて、またおー、タメ癖がありまして大河ドラマ。なのでまだちょっと録画してます。追いつきたい。こんばんは、こんばんは。初めてネットで買った時、配達が届く追跡ばかり見てた。かわいい、なんか原始人、現代に来た原始人みたい。でもわかりますね。けど私自分のそれでそのやったことないので、お母さんのいつもなんか携帯でやってるから、どうやって見るかわかんないけど、うちは鎌倉がまだ終わってない。本当に。やった、それは勝ってるぞ。鎌倉はでも、鎌倉って鎌倉殿ですよね。鎌倉殿、ん違う、鎌倉殿だよね。強くないよね。鎌倉殿はもう一回見たいぐらい面白かった。そうだよね、ちょっと頑張ります。はい。頑張ります。うーん、秋に行くおすすめのお城を教えて。秋どこだろう、紅葉、どこだろう、どこなんだろう、
全然でも秋かわかんないですけど、私が今パッて行きたいなって思ったのは、めっちゃでも有名どころだけど松本城とか、紅葉あるのかわかんないですけど、なんかかっこいいから、もし紅葉とかあるならよりかっこよさそう。こんばんは。13人終わってない13人は最高でした。こんばんは。そう、今は家康は小牧長久手の戦いくらいからね。そう、それはね、見たの。あの、なんだっけ、歴史探偵っていう NHK の番組を見てて、で、なんかそれが今そのどうする家康とコラボをしてたので、で、そこで小牧長久手なんですよ今は、みたいな言ってて、あ、そうなんだって思ってそこで知るっていう。こんばんは。こんばんはどうね、ちょっとどうしよう。でも夏休み、でもさ、そんなこと言ってたらもう終わっちゃうので、大河ドラマが。そう、今年7月ん8月でもう9月ですよね。9、10、11、12、あと4ヶ月で終わっちゃうから急いでいます。そうわあ、すごい、愛知県民とか憧れますね。こんばんはね。 AKB のスタッフさんに歴史好きな人いないの？どうだろう。でも大河ドラマを見てる、なんか大河ドラマどうする家康貯めちゃってますって言ってくれる、言ってくれる、なんか報告してくれるマネージャーさんはいます。そうなんか見てますとかじゃなくて、いや、貯めちゃってますねって言ってくれるスタッフさんがいて、私も貯めちゃってますって言って謎の報告試合。そうね、わ、そうなんだ、もうそこまで来た。こんばんは。年内には旅行行けるかな。旅行どうだろうでもさ、どうだろう、あれ波動のやつ、プライベートどうだろう。波動のやつは年内には行きたいですよね、うん、でもさ、できたら私は冬じゃなくて暖かい時に行きたいので、早く言わないとね。じゃ、言います。今月中に言う わー、すごい、わこんばんは。すぐタイプ、すぐやるタイプに見える。お、嬉しい。そうです、すぐやるタイプ。私はすぐに行動するタイプだな。名古屋城に、わー、いいな。こんばんは。そうですね、そう、秋に行きたいですね。行けたらいいな、行けたらいいなと。なんか一本だけ前髪が出てる。イエーイ。月に何人って決まってるのかな。どうなんですか。でも今誰も言ってないよね1日の声やってた。おー、やった。おー、お待ちしております。
9月最初の公演だ、イエーイ。サムネイル、あ、絆創膏見せびらかしてしまった、恥ずかしい。じゃあこれやろうかな急に、じゃん。こちらなんか遊びなんですけど、ポムポムプリンを組み立てる遊びをやってみたいと思います。そう、私もね、難しいのか簡単なのか分かってないんですけど、またはーちゃんに釣られるのか、釣れるかな大量になるといいなと思います。パズル分かんない初めてやるんですけど、わ、かわいい、なんかかわいすぎ、ちっちゃいの出てきた。わ、なんかすごいいっぱい、あ、なんか取れちゃってるよ、一人だけ。大丈夫君、まだ早かったね。あ、なんかボンド必要なんだ。結構なんかこんなスンって始めるやつじゃなかったかもしれないけど、でもなんか説明書には10分から20分で組み立てることができますって書いてあるので、組み立てていきたいと思います。紹介します。こちら、こんなボンド、これは無毒性ということで毒が入ってないボンドになっております。逆に毒が入ってるボンドってあるのかな。とパーツが、うわ、なんか取れてきちゃう。君たちまだですよ。こんな感じでいっぱいあります。はい、なので組み立てこういう感じ、こういう風になるらしい。じゃあなんか